どうも、抜け丸です。今回は、初心者さん向けのロールとジョブの説明動画になります。どうぞよろしくお願いいたします。お品書きです。それでは行きます。抜け丸。ロールとは、FF14 では、パーティー内での役割を定めていて、タンク、盾役、DPS、攻撃役、ヒーラー、回復役の3つに分けられ、自分のクラスやジョブのロールを意識して行動することが求められます。クラスとジョブとは？ FF14 は、武器を持ち帰るとジョブを変えることができ、クラスとジョブの違いは、簡単に言えば、クラスは下級職、ジョブは上級職となります。さて、ロールの話に戻ります。タンク。防御力と HP が高く、パーティーの攻撃を受ける盾役のロールです。また、タンクの中でも、フルパーティーでは、MT タンク、ST タンクと役割がさらに分かれることもあります。MT は、メインタンクの略で、敵ボスの攻撃をメインで受ける役割です。ST は、サブタンクの略で、フルパーティーでは、メインボス以外の敵士を取ったり、メインの攻撃をスイッチで受けたりする役割です。DPS、攻撃力が高く、敵の HP を削るロールです。また、DPS の中でも、攻撃方法から、メレー、近接 DPS、レンジ、遠隔物理 DPS、キャスター、遠隔魔法 DPS という風に3つに分けることができます。メレーとは、近接 DPS のことを意味、その文字の通り、ボスの近くで攻撃をする役割です。また、各コンボには、方向姿勢、背面、フォア、側面がついてることもあるのが、特徴です。レンジとは、遠隔物理 DPS のことを意味、遠くから遠隔物理攻撃をする役割です。キャスターとは違い、攻撃に詠唱がついていなく動けるのが特徴です。キャスターとは、遠隔魔法 DPS のことを意味、遠くから遠隔魔法攻撃をする役割です。攻撃には、詠唱がついているものが多いです。さらに、ピュア DPS とシナジー DPS に分けられたりもします。ピュア DPS。とにかく火力のみを突き詰めた DPS のことです。シナジー DPS。シナジースキルが豊富な DPS のことです。ヒーラー。回復系を得意とするロールです。さらに、回復方法から、ピュアヒーラー、バリアヒーラーに分かれます。ピュアヒーラーとは、純粋な回復力の高いヒーラーのことを意味、削られた HP を戻す回復力が強いです。バリアヒーラーとは、バリア軽減スキルの豊富なヒーラーのことを意味、バリアを張ってダメージの軽減が可能です。それでは、最後に全18戦闘ジョブの紹介を言ってみましょう。ナイトは、剣術師クラスの上級ジョブで、武器は、片手剣と盾を使用し、とても人気があります。特徴としては、タンクの中では、特にサポート性能に優れており、フルパーティーでは、ST として適性があります。そして、レベル60くらいまでは、素直なスキルが多く使いやすいので、おすすめです。また、レベル後半になると、操作難易度が高くなりますが、それは、エンドコンテンツでの話。FF のタンクって言ったらないとって思う方は、ぜひ触ってみてください。強いですよ。戦士は、技術士クラスの上級ジョブで、武器は両手斧を使用します。特徴は、タンクの中では、瞬間火力のトップクラスで、高ダメージを連発させたり、優秀な範囲攻撃でまとめて敵へ攻撃するのが得意です。また、得意なのは MT で、バフ数が多く、自身の HP を回復する手段が豊富です。操作も、とても簡単な部類であり、初心者の方でも、すぐに理解が可能だと思います。タンクで暴れたいって思う人に、おすすめだと思います。暗黒騎士は、対応クラスはなく、蒼天のイシュナルドの拡張とメインクエストを進めなければならないレベル50以降に扱えるジョブで、両手剣を使用します。
暗黒騎士というとアタッカーのイメージがありますが、 FF14 ではタンクです。特徴は MP を消費して戦うため MP 管理をする必要がありますが、とにかくブラックナイトというバリアスキルが圧倒的な硬さを実現し、 MT として適性が高いです。さらにブラックナイトは他人にも付与できるため ST としても活躍ができます。 MP 管理というと難しく感じますが、タンクの中では操作は簡単な部類ですので、レベル50以降おすすめのタンクです。ガンブレイカーは対応クラスをなく、漆黒のヴィランズの拡張とレベル60以降に扱えるジョブで、武器はガンブレードを使用します。通常コンボをつなげてソイルをため、それを消費することで攻撃力の高いコンボやアビリティを使用します。 MT、ST どちらも適性があり、最も攻撃力が高いが操作がとても忙しいので慣れるまで練習が必要です。とてもかっこいいし面白いので、他の基本ジョブで FF14 になれレベル60以降に触ってみてください。竜騎士は創術師クラスの上級ジョブで、武器は両手槍を使用します。 FF のジョブって言ったら竜騎士を想像する人は多いのではないでしょうか。特徴は2つのコンボルートとジャンプを駆使し、エフェクトも派手でやっていて爽快感があります。また操作性がとてもシンプルで、初心者の方に扱いやすい近接 DPS です。パーティーへの火力アップバフも備え、エンドコンテンツでも採用率が高いジョブでとてもおすすめです。忍者は双剣士クラスの上級ジョブで、武器は双剣を使用します。二刀流、この言葉に憧れる人も多いのではないでしょうか。特徴は陰を結んで忍術を発動させて、近接 DPS の中では少しだけ離れることも可能です。さらに騙し討ちという強力なシナジーも備えており、エンドコンテンツで採用率が高いです。ただとても忙しいジョブで、操作難易度はやや難しいジョブになっています。しかし二刀流、忍術、分身の術といったワードに心がときめく人にとてもおすすめのジョブです。モンクは格闘士クラスの上級ジョブで、武器は格闘を使用します。特徴は自身の火力が非常に高い近接 DPS で、攻撃のほとんどに方向指定があり、コンボにより付与される疾風陣雷という事故バフの管理もあるため、操作難易度は高めになっています。しかし使いこなせれば全ジョブでもトップクラスの火力を出すことができるクラオト向けのジョブになっています。近接の中では難しいけれど、圧倒的な手数で殴りまくりたいという方におすすめのジョブとなっております。侍は対応クラスをなく、グレンのリベレーターの拡張とレベル50以降に扱えるジョブで、武器は刀を使用します。特徴はピュア DPS で、未来術と必殺剣を使用し大ダメージを敵に与えます。また近接 DPS ですが、必殺剣には栄翔があるため少しだけ癖があります。そしてレベルが上がっていけば、おなじみの乱れ雪月下などを使用できます。近接 DPS で大ダメージを出したい人や、乱れ雪月下にピンってきた方におすすめですが、レベル50以降ですので、武器以外の装備が共通な文句などで近接の下積みを積んでみるのもいかがでしょうか。金融詩人は弓術師クラスの上級ジョブで、武器は弓を使用します。特徴は弓が変化し楽器になる FF14 独自の銀融詩人で、継続ダメージを維持しつつ板でサポートして戦うレンジ DPS になります。また専用アクションで楽器演奏もでき、ゲーム内で音楽を奏でてバトル以外でも楽しめるジョブです。ブロックが火力に関わってくるため、
アドリブ性が少しだけありますが、やっぱり私は弓が好きって人におすすめのジョブです。飛行士は対応クラスを抱く装填のイシュナルドの拡張とメインクエストを進めなければならないレベル50以降に扱えるジョブで、武器は銃を使用します。特徴はレンジの中でピュア DPS に位置し、重火器を使用して安定して高火力が出せるジョブです。操作もとてもシンプルで、スキル回しも比較的簡単なので、とても初心者の方におすすめしたいジョブではありますが、レベル50以降ですので装備が共通な詩人でレンジを触ってからジョブチェンジしてみるのもいいかもしれません。また高レベルになるとロボとかも呼び出せるので、ジョブチェンジできるのを楽しみにしておいてください。踊り子は対応クラスはなく、漆黒のヴィランズの拡張とレベル60以降に扱えるジョブで、武器は投擲を使用します。特徴は自身の火力は低く設定されていますが、味方の火力を大きく上昇させることができ、 DPS の中で最もサポートに特化したレンジ DPS です。ダンスパートナーを指定して永続の火力アップバフを付与したり、全体火力アップや軽減、回復量アップなどいろいろなサポートスキルがあります。ガンブレと同じく一番新しいジョブで、レベル60にならないとジョブチェンジできませんが、エンドコンテンツでも採用率が高く、レベル60になったらぜひ触ってほしいジョブです。黒魔導士は呪術師クラスの上級ジョブで、武器は授業を使用します。特徴はピュア DPS のため味方をサポートするスキルはないですが、単体簡易火力ともに DPS で最も高く設定されています。しかしキャスターであるため影響があり、動かされるギミックとの相性が最も悪く、使いこなすには最も難易度が高いジョブでもあります。クロート向けのジョブですが、超高ダメージが出したい人やFF と言ったら黒でしょって方におすすめしたいジョブです。ちなみに吉田プロデューサーのメインジョブでもあります。召喚士は魔術師クラスの上級ジョブで、武器は魔導書を使用します。特徴は召喚獣と共に戦う FF を代表するジョブであり、 FF14 ではキャスターの中でも影響が少なく、蘇生も持っていて、団体範囲ともに火力も非常に高いジョブです。高レベルになればバハムートやフェニックスを召喚したりでき、戦術の幅も広がり、どのコンテンツにおいても柔軟に対応することが可能です。スキル回しは比較的シンプルですが、操作はやや忙しめで慣れるまで難しいかもしれません。しかし栄称も少なく、コンテンツ相性もいいため、現在初王とか呼ばれるほどトップクラスに強いジョブです。赤魔導士は対応クラスはなく、ブレンドリベレーターの拡張とレベル50以降に扱えるジョブで、武器は再建を使用します。特徴は1回目に栄称魔法を実行すると、2回目の魔法を栄称なしで実行できる特性連続魔を持つキャスターで、ホワイトマナ、ブラックマナの両方を扱い、マナを貯めるとレイピアによる近接コンボも行えます。また DPS でありながら回復や蘇生もでき、緊急時の回復補助や蘇生役としても活躍します。見た目もスタイリッシュでかっこよく、操作も比較的簡単なので、初心者の方が扱いやすいジョブになっています。白魔導士は幻術師クラスの上級ジョブで、武器は年軍使用します。 FF の回復役って言ったら白でしょっていうくらい説明不要なジョブですね。特徴はピュアヒーラーで、シンプルなヒールスキルと高い回復力を持ち、どのコンテンツでも対応できます。ヒーラーの基礎と言っていいジョブなので、初心者にもサブジョブでヒーラーを始める方にもおすすめです。またヒーラーの中でも
高火力の攻撃が打てるのも魅力です。ヒーラーをやりたい初心者さんには鉄板でおすすめできるジョブですね。学者は多術師クラスの上級ジョブで、武器は魔導書を使用します。特徴は妖精とともに回復をしつつ、事前に軽減スキルを入れて味方へのダメージを減らすバリアヒーラーです。バリアによる軽減で敵の攻撃を予想したテクニカルな立ち回りが求められますが、緊急時の瞬間ヒール能力も高く設定されています。白と比較したらシンプルではありませんが、妖精とともに戦いたい人におすすめです。また多術師で下積みをすれば学者と召喚師両方にジョブチェンジできるのでお得感はあります。先制術師は対応クラスをなく、蒼天のイシュガルドの拡張とメインクエストを進めなければならないレベル50以降に扱えるジョブで、武器は天球儀を使用します。特徴はヒール型のダイアーナルセクトとバリア型のノクターナルセクトの2つのスタンスを戦闘前に選べるヒーラーで、ピュア、バリアどちらにも対応が可能です。さらにカードをドローし味方へ火力アップバフを付与することもでき、やれることがとても多く操作難易度が高くなっています。またレベル50以降でないとジョブチェンジできないので、初心者の方はジロ魔導士や学者でヒーラーの基礎を学んでから触ってみるのをおすすめします。青魔導士は FF14 初となるリミテッドジョブです。特徴は様々なモンスターのアクションをランニングし、自身の能力として青魔法を扱うキャスタージョブです。レベルキャップが他ジョブより低く、コンテンツファインダーマッチングが利用できないなど様々な制限があるので、現時点ではサブジョブとして楽しむ程度に育てるのをおすすめします。ご視聴ありがとうございました。今後も魅力ながら初心者さんをサポートできる動画を作成していきますので、よろしくお願いいたします。